第4火曜日のコーナー夏のふむふむのプレゼンター立川談慶さんです。でこんな生ボルメッセージが届いておりますのでお送りいたしましょう。ブルーと5番目と6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 番目と
雪の降る寒い朝さ、まさにいつまで寝込んでんのに、今日は休みなんて言ったらさ、俺は別個だよ。俺飽きないからおめえこそ風邪くな、おめえ。このお金もね、ずいぶん前からうちに届け、あらびる時期。